こんにちは、白井ミュージックの白井俊光です。今回ご紹介するのはヤマハの EAD10 バージョン2の動画第2弾ということで、こういう感じのセットを組んでみました。まず、こことここ色違いますよね。メッシュヘッドがこれ旧タイプの玉のメッシュヘッドで、こっち新タイプです。で、打感はねほぼ変わんないんですけど、色がこっちの方が、新しい方がより黒くなってますね。今はあの白いねメッシュヘッドも出ていて、白もかっこいいなと思うんですけれども、実は黒もちょっとかっこよくなっているっていうことは意外とみんな知らないんじゃないかということで、あえてここに青、ちょっと青っぽいね、旧バージョンを載せておきました。まあね、どれもね打感あんま変わんないんで好きなブランドの好きな色のやつと価格とかのバランスを見てと、選んでもらえればと思います。でバスドラムがメッシュヘッドじゃなくてソフトビーター使ってます。でどうしてかというと、ヤマハさんのこういろんなプロモーションにタマのビーター使えないと思うんですよ。できっと僕に求められてることってこういうことだろうなって、ね、見てる方にね、思うので、そうしましたっていうのと、あとメッシュヘッドを使って、踏んで音を聞いた時の状況、撮った音は割とメッシュヘッドでもいい感じだったんですけど、なんかモニターしてる時の音はちょっとこのヘッドのヘッド貼って、でミュート少しね多めにして、でソフトビーターにして、多めといってもまあ僕にとって多めなぐらいで、ヘッドから下から、5分の1ぐらいにちゃんと毛布が当たってるぐらいの感じですね、になっています。さあ、でこちらのこの銀色のこれ、ヤマハのね、トリガーです、ね、DT50S っていうのですねを使っています。でこの3つですね、使ってみて思ったのが、これまずね、あのヤマハのプロモーションに習って3点セットでやってみたんですけど、なんとなくねやっぱ2タムの方がバランスいいなと思って、これに対してもう1個フロアタムとタムとタムっていう2タムのね、2タム1フロアの感じにして、でそうするとちょっとトリガー足りなかったんで、僕のあの、ローランドのねトリガー持ってるんでそれをつけてみました。で、そうしたらですね、まあ、こんな感じでいきます。はい、こんな感じで、でやっぱりねあのフローはちょっとメーカー違いのトリガー使ってるんで、なるんだけど、やっぱりこうダイナミック数とかね、設定しきれないところがあったので、基本的には同じメーカーのやつで揃えてください。でバスドラムなんですけど、バスドラムに関しては消音するとこの EAD のセンサーってバスドラのこうフープに対してセンサーが当たってるので、ちょっとね、弱いんですよ。メッシュヘッドでもソフトビーターでもそのトリガーに対する検知力が弱いので、これも別途ですね、ローランドのキックトリガーをつけています。これもね今回はローランドにはつけてるんですけど、ヤマハの方がいいと思います。まあとりあえずね、で、どうしても EAD10 はセンサーの関係でフープに対してセンサーが当たるようになっていて、ヘッドに対してトリガーのセンサーはないんですね。そこで、まあ、あの別途、ね、トリガーをこのセンサーに A のプラグから、トリガーの信号がいってるんで、それをあのバスドラ用のトリガー別途用意して、つけています。なのでこのマイクは単純に生音を拾うマイクになっていて、トリガーの機能はキャンセルして別途ヘッドに当てるタイプのトリガーをつけています、ね。でメッシュヘッドも普通のヘッドに、ソフトビーターも試したんですけれども、撮った音、録音した音に関して言うと、まあ、割とメッシュヘッドでもいいなと思いました。で、ちょっと自分にモニターしてる感覚で考えるとヘッドに、ソフトビーターつけた方が良かったので、僕のおすすめとしては、まあ、ソフトビーター、という、まあ、あとチューニングもよりあのできるっていうところもあってですね。じゃあキックの音聞いてみてください。こんな感
感じで、トリガーと生音が混ざりますね。さあ、じゃあちょっとドラムセットとして叩いてみるんですけど、スネアもね、スナッピー入れた方がちょっといい感じになるので、あのクローズドリームショット用に僕はあの1回 DT、バートリガー BT1 ですね、ローランドのバートリガーを使って、でそれも反応してよかったんですけど、あの普通にコンってやったらちゃんとクローズドリームショットの音になってて、あ、じゃあこっちでいいじゃんみたいな感じで今こうしました。という感じで生ドラムを電子ドラム化、さらにシンバルはローボリュームでエレアコ化してるという電子ドラムといわゆるエレアコドラムの間みたいなね、ミックスか、ミックスみたいなものができるということで、結構これだとドラムレッスンを家でやりたいとね、さっきの喋るっていうのとまたこうエレドラとね、またミキサー用意してって大変じゃないですか。そういう時にもですね、あの家でこう消音ドラムで割といい感じにできるっていうのがあります。で次はトリガーを外してみます。さてトリガー外しまして、でキックのねトリガーオンにしましたけど、まあ別にあのトリガー反応しないんでいいかなと、じゃあですね、演奏してみるんですけど、タムとかですね、今ちょっとマイクの音量を大きくしてる状態なんでちょっと音強いですけど、こう裏側の側のね音が聞こえて、それがちょっとまあマイクに入ってる感じが分かると思います。スネアはスナッピーオフだと、でオンにするとね、じゃあちょっと、シンバルとか、まあ、軽くだったんですけど大きくするとね、結構耳に痛いんで、ちょっとじゃあ、音量を、ドラム演奏するモードに音量下げて、やってみますね。感じの音になりますよと。で、僕がスネアって、あまりね、メッシュヘッド推奨してない感じありませんか？僕に、白井ミュージックの長いファンの方は白井さんなんでメッシュヘッド推奨しないんだろうっていう。でちょっと叩くとやっぱ音が長い感じしません？こうダンスダンスって。でこれがちょっと僕苦手で、で一回ちょっと、ヘッドに普通のヘッドに変えますね。はい、お待たせしました。普通のヘッドにしました。で次にこの上にリアルフィール乗せますね。すると、こういう感じで、音が短いんですよ。あと、まだね、このマイクはこの位置だからまだ良くて、真正面で聞いてるとこのスナッピーの音がね自分にガンガン来るんですよね。あとまあもう一つ音だけじゃなくて、例えばインペリアルスターみたいな、ポプラ材の太鼓ですね、にあれ結構エッジがね45度ぐらいでちょっとこう立ってる部分もあるじゃないですか。そこに、
メッシュヘッド強く貼ると、まあ、強くなきゃいいんですけど強く貼るとあのエッジに跡がね、つきそうになるみたいなちょっとそこが怖いじゃないですか、っていうのもあってちょっと強く貼る対抗に関してはあんまりメッシュヘッドを僕あの推奨してないんですね、というのがありまして、まあまあ、もう一度ねこうエッジリセットすれば、まあ、調整すればいい話なんですけど、というのもあって、まあ、僕は、スネアドラムに関しては、まあ、こういうね、キートみたいなこうエッジがこうね、面で当たるというか、ね、そういうやつだったらまだあれですけど、尖ってるやつはねやっぱちょっとあのスネアとか強く張ると怖いのでと僕は思っているんですよ。で次にですね、もうこのローボリュームシンバルの感じもすごいいいので僕この感じすごいいいなと思うんですけど一応まあ流れで、一応まあいわゆる白石式にしていこうと、シンバルもじゃあ普通のシンバルとあの発泡ウレタンの感じですね、やってみますね。はい、シンバルね、ちょっと叩いてみますとこういう、ね感じになります。でちょっとセットで叩いてみますね。こういう感じになります。まあね、ローボリュームの方が普通のシンバル感ありますけれども、まああのコスト的にね、持ってるシンバルにこれだけのあの数千円で、こうなるっていう感じで考えると、まあ悪くはないのかなと思っています。なんかとてもね、このマイク一つあるだけで、あちゃんと伝わるなっていうのが僕すごく嬉しいんですけど。トリガーを使って電子音を足して電子ドラムみたいにすることもできるし、このね裏側の音とか、を拾って、まあ普段の練習の音をちょっとこうボリュームをね小音なんだけどイヤホンの方にボリュームを上げて、使えるようになるとかですね、そういうなんか使い道がこう広がるっていうのがとてもいいなと思います。もちろん通常のヘッドを張った状態でのトリガーというのも可能なので、マイクもね、オフにしてでトリガーだけ PA に出すっていうこともできるので、そういう使い方も結構ありなんじゃないかなと思っています。ぜひぜひ、なんかねトリガーとかこのいわゆるハイブリッドのドラムの世界が、きっと今年の後半ぐらいからはもっともっと広がっていくんじゃないかなと思っています。なんか音楽自体もねやっぱりそういう打ち込みの音っていうのがの割合っていうのが世界的に見るとものすごく多いですし、まあ、日本は本当に生ドラムの音が好きなんだなという状況ですよね。ですけどまあそれのね流れっていうのは日本にも来ているのでそうなってくると生ドラムが好きな日本人にそういういわゆるサンプリングされた音とかシンセの音の、パワーのある、低域とかですねそのあたりをもう足したいという考え方っていうのはね、当たり前に出てくると思います。そういうこともですねあのトリガー使うと、簡単にできるようになりますので、まあ、トリガーはね使えるようになっておいた方がいいと思うし EAD 持ってるんであれば、トリガーはね、なんか使いやすい、なんかこう試しやすいので、ぜひぜひあとそうメッシュヘッド貼ることで今持ってるタムがエルドラのパッドになると思うとトリガーって結構するじゃないあのごめんなさい電子ドラムのパッドって結構な値段するじゃないですか。それ考えると結構お買い得だなと、思ったりもします。ということで、今回は EAD10 のバージョン2を使って、小音ドラムと EAD10-2 というお話をさせていただきました。ぜひぜひ皆さんですねお持ちの EAD10、バージョンアップしていただいて、そして、このサイレントドラム用のプログラムも一緒にダウンロードしてもらって、使っていただけたらいいんじゃないかなと思います。今日やってみた時にこの3タムのね、1、2、3
タムにしたときに、ここのタムはどこに割り当てられているかというと、キックの、トリガーの、2つ目に、だから2番に割り当てられてました。だから、キックのところに Y 字ケーブルの、コネクターね、使ってもらって、で、トリガーそこに刺すと、いけますので、このあたりですね、まあ、概要欄とか見てですね、これ買えばいいのかっていうのが分かるようにしておきますので、ぜひぜひ、白井ミュージックの、まあ、チャンネル登録してもらって、で、いいねってやつもよかったら教えてもらって、そして、この、動画面白いよってみんなに広めてもらって、さらに、白井ミュージックで買ってくれると、僕が生きていけると、いうことで、ぜひぜひよろしくお願いします。それでは、白井ミュージックの白井俊光でした。